ローラン・グービオン・サンシールは、フランスの軍人、元帥。帝国伯爵。ローラン・グービオンは、ロレーヌ地方のトゥールで、比較化工業を営む一家に生まれた。3歳の時に両親が離婚、その後家業を継ぐことを嫌って、家を離れ、学校で語学、数学、絵画、製図などを学んだ後、画家を志して、イタリアで2年を過ごした。 パリで俳優業をしていたこともあったらしい。フランス革命後の1792年に軍人を志し、共和国軍に入隊したが、この時生にサンシールを加え、珍しい複合生を名乗ることにしている。これは、当時なが知れていた同性のいとこと区別するためだったらしい。軍人としての適性だけでなく、当時としては珍しい高い教育を受けていたことから、 徴用され、2年足らずで召喚にまで昇進している。この頃、土税、ネダブーラと知り合い、信仰を結んだ。その後も、主としてライン及び、イタリア方面で活躍し、有能な手段長として、名を挙げたが、熱烈な共和主義者だったことから、ナポレオンのことはよく思っておらず、ナポレオンの方も彼を疎んでいたらしい。1804年のナポレオンの戴冠式にも出席せず、 感触に回され昇進も遅れがちになった。しかし1807年のポーランド戦で久々に起用されると十分な働きを見せ、翌1808年にはカタルーニャで第七軍団の指揮をとって活躍、その後もポロックの戦いでロシア軍を撃破するなどの武勲を挙げ、これでナポレオンは彼の価値を再認識し、1808年に帝国伯爵位を除釈。 1812年には元帥に任じている。ドイツ戦役の後半、ドレスデンの戦いでは不手際を見せたが、その後のドレスデン防衛戦では持ち前の手腕を発揮して弾薬食料が尽きるまで3ヶ月を耐え抜いて、海上捕虜となった。1814年にフランス王国貴族院議員に任じられている。1815年のナポレオンのエルバ島脱出には従わず、 ワーテルローの戦いの後に、臨時政府に参加して、共和制を主張したが入れられず、王政復古となった。例の処刑裁判では旧友を救おうと奔走するが、果たせず、新政府では百日天下で、ナポレオンにつかなかったことを評価されて、戦争大臣に任命され、軍の改革と再編成に着手するが、保守反動のためこれも2年で挫折し、1821年までには、 すべての役職を辞した。1817年にフランス王国公爵位に償釈している。以後競技に帰り、回想録と選手論文の執筆で寄席を送っている。他のナポレオンの元帥たちと比べて知名度は低いが、軍人としては非常に優秀な人物で、W やマシセナに匹敵すると評価する論者もいる。特に防御戦に優れ、ナポレオンも、 クービオンさんシールは防御戦に関しては第一人者だった。攻撃に関してはあまりの方が優れていたが投票している。その思想と経歴から活躍の場が限られた感があるが、ナポレオンの方が彼を使いこなせなかったというべきだろう。個人としては冷静沈着で感情に流されることがなく、精錬潔白だが無表情かつ冷淡で何を考えているか、はためには、 非常にわかりにくく、周囲としばしば衝突して、スパルタ人、氷の人、フクロウなどという異名をとっていた。この点はダブーとも似ている。それが二人が親しかった理由かもしれない。優秀な軍人であると同時に、画家、音楽家でもあった。様々な気候でも知られており、戦闘後総員に引きこもって、バイオリンを弾いていた、持ち場を放棄して勝手に家に帰ったなどといった。 エピソードが残っている。しかし、部下の信頼は厚かったようで、1813年の戦役で彼が起用された時、将兵たちから喜ばれたと記録されている。ありがとうございます。